これはオーデマペゲのロイヤルオークですね。これはあのバンド内でちょっと時計買うのがブームになった時期があって、で最初に買ったやつがロレックスだったんで、ちょっと違うの買おうかなと思って、そこ腕時計のこと何も知らない時に、まあ時計屋さんに行ってちょっといろいろ教えてもらった中で、まあ、世界三大時計というのがあるんですと教えてもらって、でそこでまあその3社見せてもらったんですけど、この中で一番もうこれだと思ったものがこれだと思ったんですよ。なんでそれをもう一目惚れで紹介しました。やっぱスーツ結構衣装で着ることが多かったんですけど、まあ、スーツにも合うし、でもかつちょっとやんちゃななんかロック心も見えるし、さっきのレザーでジャケットとかしました、そういうのにも全然対応できるし、なんでしょうね、品とやんちゃさを兼ね備えている、両方兼ね備えている、うん、時計というのはやっぱすごく自分に合ってるなと思いましたね。はい、こちらはですね、パテックフィリップの、ワールドタイムですね。まずやっぱレザーベルトが欲しくなったんですよね、これずっと使ってたんで。っていうところでいろいろ見てて、でバシオンコンスタンタン行こうと思ったら、ちょっとベースがバシオン買ったんで、あ、じゃあ被るなと思ってパテックにしました。そしてパテックの中でも、なんでしょうね、この裏がつけてみます、ね。これがすごく素敵だなと思って、同時にここなんでしょう、ワールドタイムっていう名前がなんか。ちょうどその頃結構海外に行くようになってツアーだったとかで、で、ああもうこれまさにうってつけの時計だと思って買いました。やっぱ刺激的なポイントはもう本当に世界中の主要都市の時間が一発で分かるというところですね。あとはまあシルバー時計を最初に買ったので、まあゴールということで、もうちょっと何でしょうね、スーツだったりとか、そういったお呼ばれ用、パーティーとかよりもこっちの方が向いてるのかなと思います。ちょっと華やかな場所に行くときはこれをつけるようにしています。こちらがですね、ブライトリングの、ナビタイマーですね。これなんかちょっとすみません、違う雑誌さんなんですけど、で特集されててブライトリングで、それでですね、あ、めっちゃかっこいいなと思って、正直、なんでしょう、見た目で言うと、結構、一番好きなこのロイヤルオークと貼るぐらい、好きなんですよ。で、ずっと欲しいなと思ってて、で、世界三大時計行くか迷った時に、いや、でもやっぱ自分の好きなもの買おうと思って、買った時計。やっぱそうですね、パイロットがつけるっていう、よくつけるというのを聞いたときに、なんかそこがすごく魅力的でかっこいいなと思いました。やっぱりなんでしょう、本当それこそツアーよく行くんだった時期、結構同時期だったんですけど、ね、パテックで、なんか、そうですね、これをつけて飛行機乗ると、自分パイロットになった気分になれる。そういう意味では刺激的ですね。